にちは、こんばんは、つるらです。今日はガリガリ君リッチ青りんごヨーグルト味ラムネ入りを食べたいと思います。今日はね、コンビニにガリガリ君リッチが新しいのが売っておりましたので、今日は買ってまいりました。でこちらにね、ほどばしる青春の味と書いてあります。あとグリーンとガリガリ君とのコラボ商品でもございます。で今回は当たり付きは青春マフラータオルが当たるらしいです。ガリガリ君リッチ130円ぐらいで買ってきたと思います。いや、レシートをね、いつも捨てちゃうもんでね、値段をね、覚えてないんですよ実は。結構ね、ガリガリ君ね、レビューはしているんです。でも毎回思うことが、また出たのかよとか、また出たのかよと思って毎回レビューをね、していると思ってしまうんですよ実は。なのであんまりね、ちょっとね、レビューしすぎているのでね、飽きが来てるかもしれないですね。やはりまた出るたびにね、レビューをしていきたいかなと思うんですけど、まあどちらがいいかはね、ご視聴者様にお任せをいたしますと。開けていきたいと思います。このような感じでございます。やっぱ匂いはちょっとわからないですね。早速ではいただきます。うまい、うまい。なんか青りんごとね、ヨーグルトがね、すごい合うんですけど、ちょっとラムネがね、苦いです。普通になんかね、ラムネがね、ない方がね、美味しい。やっぱね、味的にはね、うまいとは言ったけどね、多分微妙な味だと思いますこれ。やっぱり普通のガリガリ君の方がね、やっぱり美味しいです。ちなみに今回は当たりませんでした。ラムネがね、入ってない方がね、非常にね、美味しいです。青りんごと味のアイスとヨーグルト味のかき氷が入っているガリガリ君の方がちょっとまだ美味しかったかもしれません、という僕の味の感想でした。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。